はい、今どこにいるかというと大阪の西成にいます。西成の萩の瀬屋あたりにいるところなんですけどね、ここで火事があったということになっています。本日2017年の1月の26日なんですけど、夜8時30分です。夕方火事があって、まあ、ものすごいサイドみたいな大きな消防車が来たんですけどね、ヘリコプターが見えるんですけど、すごいですね。ではいるとこです。すごいねこれで。今ねかなりね鎮火したみたいなんですけど、一応ここから入れないみたいです。警察の方がそこにいて、で消防の人ね、まだ煙が臭いですけどね、まあかなりほぼ鎮火したみたいですけど、まだ完璧とは言ってないみたいです。消防車が10台ぐらいは出てると思うんですけどね、救急車も来てます、ね、これが萩の瀬屋。結構この辺り安屋が多いんですけどね、コインランドリーなんかもあったりして、困ることができます。自動販売機なんか見てもね結構安かったりするんですけどね、